猛虎国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。 我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。血を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ。 それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれよ。 よく聞け。腕に覚えのものあらば、いでよ。なだ、チム2だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 仲間が、この命に代えても前進せねばなるまいぞ。 さらに炎兵が来るぞ。
道は一つ。敵将を見つけ出し、討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。 来たぞ。 あれが敵将。 覚悟はできています。 ここで決着をつけるぞ。 我が名はコトム、フビライの遺徳、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも 全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ。この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。
いかにしてここへ。